アムアムチャンネル。この動画の最後にアミズがあります。ではスタート。こんにちは、アムです。今回はめっちゃ可愛い玉編みの座布団を編みます。それでは始めます。今回使用する糸は100均のセリアさんの七色彩色、黄色がカラー12番、白が1番、そして緑が16番になります。そして使用する針はかぎ針の7号、こちらで編んでいきます。ではまずこのデイジーの座布団の真ん中の花芯の部分から編んでいきます。編み図はこちらです。輪の中に中長編み3目の玉編みを1つ、そして鎖編み1、これを 1,2,3,4,5,6,7 つ編んでいきます。短い方の編み始めの糸を手前にします。そして人差し指かけて右手で持って下からぐるっと1回2回巻いて3本を右手で持って外します。そして左手でかけ直して下を持って針を入れます。かけて引き出してかけて引き抜きます。でここは引き締めておいて立ち上がりの鎖1目、これは今回は数には数えない目です。これを編んでから玉編みを編みます。中長編みの玉編み、中長編み3目の玉編みです。まず1回かけて輪の中に入れます。でかけて引き出したらここで伸ばします。針をこちらに傾けると伸びます。このまっすぐのままだと伸びないですので、こちらに引きます。そしてこれで1目分ですね。でまたかけて入れてかけて引き出したらまたこう傾けて伸ばします。これで5本かかってます。もう一度かけて輪の中に入れて引き出して、このままやっても大して伸びません。こちらに伸ばします。で伸ばして今針に7本かかってます。7本かかったら糸をかけてこれを全部抜きます。そして糸をかけてここで止めます。ちょっと短めでしたね、玉編みが。そしたら鎖編み1目です。1目、また同じように輪の中に中長編み3目の玉編みです。かけて入れて引き出します。この状態じゃ伸びないので伸ばします。あんまり伸ばしすぎてもこう長くなりすぎますので加減が難しいですね。このくらい、この何度ぐらい、45度ぐらいですか。伸ばしてまたかけて引き出したら45度ぐらい、もう一つ、これで全部で7本になりました。7本になったら糸をかけて全部抜いて糸をかけてここで止めます。止めたら鎖編み1目、同じように7目編んで7つ作ります。1,2,3、全部引き抜いて止めて鎖編み、1,2,3、全部抜いて止めて鎖編み、1,2,3、全部抜いて止めて鎖編み。1,2,3、全部抜いて止めて鎖編み、1,2,3、全部抜いて止めて鎖編み。これで1
1,2,3,4,5,6,7 つできました。そしたらこのこれ抜けないようにちょっと長くしておいて針を休ませて、そして穴を引き締めるんですけども、この状態だとここの隙間の穴糸が見えませんのでちょっと寄せます、下に。そして引っ張るとどちらか動くので見ています。ギュッとこちらが動きました。動いた方を持って引くと穴が縮んでいきます。ある程度縮んだらもう一度短い方を持ってキュッと引っ張るときれいに中心が閉じられます。そしたら針を戻して一つ目の玉編みの頭、ここに玉編みが一つあります。そこの上ですね、ここです、玉編みの頭、ここに針を入れます。2本すくって引き抜きます。これで1段目ができました。2段目です。2段目は立ち上がりの鎖編みを1目編むんですけども、ここに針を入れて引き抜くと鎖編み編むと、ここの今のこう編んだ鎖のこの糸ですね、この糸が手前に来てしまいますので、これは汚いですのでここに針を入れないで後ろから針を入れます。そして引き抜くと糸が向こうに行きますのできれいになります。この状態で鎖編みを1目編みます。そしてここにこの隙間ですね、こういうところに玉編み1つ鎖編み1つ玉編み1つ鎖編み1つというこのセットを編んでいきます。2つ玉編み2つ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 と編んでいきます。ここに2つ2つ2つです。ですのでまず1,2,3と伸ばして全部抜いて止めて鎖編みをしたら、もう一つ同じところに玉編みを作ります。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、これでここの隙間に2つ入りました。今度ここの隙間に2つ作ります。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、で一周してください。はい、最後ここに2つ編みます。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、もう1つ編みます。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、そしたらここの玉編みの頭針を入れて引き抜いて引き抜いて、これで2段終わりました。2段編むと玉編みが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14個できました。次3段目です。3段目は3段目に行くときにちょっとここの玉編みと玉編みの間に針を移動しますので、針を戻して裏から入れてここで引き抜きます。そしてまずここですね、ここに1つ玉編み編みます。そしてここには2つ玉編み編みます。で1つ2つ1つ2つ1つ2つといきます。ですのでここに1つここに2つここに1つ2つです。まず立ち上がりの鎖編みを1目編んだらここに1つ編みます。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、1つ編みました。ここは2つです。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、もう1つ編みます。1,2,3全部抜いて止めて鎖編み、1つ2つと入りました。今度1つ2つ1つ2つと一周してください。最後の1つ2つです。
2、3、全部抜いて止めて鎖編み。次2つです。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み。もう1つです。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み。そしたら玉編みが全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21になりました。これで黄色い部分はもう終わりますので、次は白に変えます。変えるのでちょっと一旦切っておいて、よいしょ、引き抜くときにこの頭に針を入れたら白を引き抜きます。そして裏から針を入れて移動します。そしてちょっと立ち上がりの鎖編みを一つ編んでおきますね。ここ白になるのでこちらですね、4段目です。そしたらこの黄色の編み始めの編み終わりは緩んでますので引っ張って、今つけた白と一緒に2回結んでおきます。1回、2回、はい、ここから4段目がスタートします。4段目は1つ玉編みが1つ2つ、そして1つ2つですね。玉編みが1つはここに1つ、ここに1つ、ここに2つ入ります。ちょっと実際編んでいきます。まずここに1つです。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み。1つ入りました。次も1つです。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み。1、1できました。今度2です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み。もう一つ編みます。同じところに1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み。これで1、1、2です。この1、1、2を繰り返していきます。ここに1、1、2、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 1、1、2と編んでいきます。1、1、2、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 1、1、2と編んできました。あと残り1、1、2です。ここが1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み。これで1です。次も1です。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み。1、1、最後ここが2です。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み。もう一つ編みます。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み。これで1つ目の頭に引き抜きます。よいしょ。これで4段目ができました。これで数は 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30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 、
目はこのですね、この玉一つ二つあります。この玉編みが11の間に玉編みを2つ、そしてこの2目玉編み2つ入れたところの間に玉編み2つ編んでいくんですけども、玉編みの数は同じです。ですので、あの鎖編みもここ1目にしちゃうと広がらないんですね。ですので5段目だけここが玉編みと玉編みの間が鎖が2目になってます。ここが2目で、つなぐところはつなぐ、この中間は1目です。間違いやすいですね。ここだけ2目です。
あとは全部鎖編みは全部1目です。5段目だけ鎖編み途中で2目になっています。ですのでこことここの間に玉編み1つ編んで鎖編みが2目、そして玉編み、そして鎖編み1目、そしたら今度ここの間に玉編みを1目、鎖編み2目、玉編み1目、鎖編み1目という感じです。まずこことここの間に糸を移動させたいので針を戻したら後ろから針を入れて引き抜いて移動させます。そして立ち上がりの鎖編み、そしてここですね、玉編み1、鎖編みに玉編み1、鎖編み1をやります。まず1、2、3回やったら全部抜いて止めて、この次です、鎖編みが2目です。1、2、そして同じ場所に玉編みです。2、3、全部抜いて止めて、次は鎖編み1です。1で終わったらここは飛ばして、ここです、ここに玉編み2目ですので、1、2、3、全部抜いて、ごめんなさい、もう一回やります。1、2、3、全部抜いて止めて、鎖編みが2です。1、2、そして玉編み同じ場所に1、2、3、全部抜いて止めて、次は鎖編み1目です。これでこれができました。玉編み1、鎖2、玉編み鎖1目、そして次は玉編み1、鎖2、玉編み1、鎖1、こんな感じです。でまた同じようにごめんなさい、ここは飛ばしてこの一つと一つの真ん中、ここに玉編み1、鎖編み2、玉編み1、鎖編み1、そしてここ飛ばしてここに同じように編んでいきます。もう一回だけやっておきますね。ここは飛ばして玉編みを1編んだら鎖編みが2です。1、2、そして同じ場所に玉編みが入って引き抜いて止めたら鎖編みが1です。そしたらここを飛ばしてここです。1、2、3、全部抜いて止めたら鎖編みが2です。1、2、そして同じ場所に1、2、3、全部抜いて止めたら今度は鎖編み1です。こんな感じでここだけ この玉編みと玉編みの間が鎖編みが2、2、2になってます。そうすると円が広がっていきます。これで1周編んでください。はい、最後ここに玉編みを2つ編みます。1、2、3、全部抜いて止めてここで鎖編みが2です。1、2、もう1つ編みます。1、2、3、全部抜いて止めて今度は鎖編み1です。そして1つ目の頭に引き抜きます。ちょっとここはここだけが2あるので不規則ですので間違いやすいです。あとは1ですので大丈夫だと思います。6段目です。6段目は今この2作ったところ、ここではなくてこの V の字の真ん中の2のとこ、ここの2のところに玉編み鎖編み1、玉編み鎖編み1、玉編み鎖編み1と、これをこう3つずつですね、3つ3つと入れていきます。まずこの移動しますので、この位置からここに移動しますので針を戻して後ろから針を入れて引き抜いて移動しました。そして立ち上がりの鎖を1目編みます。そしたら3つずつ編みます。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、これで1つです。2つ目です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう1つ入れます。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、ここに3つ入りました。でここも3つ入れます。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、1つです。2
2つ目、1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つです、1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、これで3、3と入りました。また同じようにここは飛ばして V の字の真ん中だけ3、3、3、3と編んでいってください。6段目の最後です。1、2、3、全部抜いて止めます。鎖編み、1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、1目目の玉編みの頭に引き抜いて、はい、6段目が終わりました。3つずつが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14個あります。7段目です。7段目はここのこの3つのうちのこことこ2つ穴があります。そこに初めのところに1つ、次のところに2つ編んで、で次と次は2つずつです。ですのでここに1つ、ここに2つ、ここに2つ、1、2、2、2と編んでいきます。立ち上がりの鎖編み、まずここに1です。2、3回全部抜いて止めて鎖編み、1入りました。今度次は2です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう1つ入れます。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、1、2と入りました。今度ここは2、2です。ここは編まないです。玉編みになるところだけ編んでいきます。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、またここにもう1つ編みます。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、2入りました。ここも2です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう1つです。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、これで1、2、2、2と入りました。1、2、2、2です。こちらの図だとここですね、1、2、2、2、1、2、2、2です。これでぐるっと一周1、2、2、2で編んでいきます。ではここですね、ここ1、2、2、2、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 1、2、2、2とここまで編んでください。はい、最後の1、2、2、2です。1、2、2、2と編んでいきます。で1、次が2です。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、もう1つです。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、1、2と入りました。ここは2、2です。1回、2回、3回、あ、ごめんなさい、3回、全部抜いて止めて鎖編み、もう1つ、1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、また2です。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、1つ目の玉編みの頭に引き抜いて、こちらここの真ん中の鎖に移動します。はい、これで1、2、2、2、1、2、2、2、1、2、2、2、
1、2、2、2、1、2、2、2、1、2、2、2、1、2、2、2、1、2、2、2と一周して7段目が終わりました。8段目です。8段目はここですね。鎖がこことこと、ここは無視していいですね。この V のところのこことここですね。ここに2、そしてここに2で、ここ無視してここに2ですね。で2、2、2、2と編んでいきます。ここに2、2、2、2です。では8段目を編んでいきます。まずここに2です。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、もう一目編みます。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編みに入りました。ここも2です。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つです。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み。そしてここの列は、ここは玉編み編まないで、ここの V のこことこに2つずつ入れていきます。まずここに2つです。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つです。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編みに入りました。ここ飛ばして、ここですね、この V のとこだけ入れていきます。ここです。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つ編みます。1回、2回、3回、全部抜いて止めて鎖編み。これで2、2、2、2と入りました。またここも、ここに2、2、そして2、2です。でここ2、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 
れないでくださいね。 V のとこだけ22222と一周してください。8段目まで編みました。9段目ですけれども、今8段目が2222なので、9段目は3222にしたいと思います。ですのでここに3入れます。あとは222です。でまた3222322と編んでいきます。始めだけやってみます。針を戻して、ここに3です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つ1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つです。3ですから1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、3入りました。あとは222です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つです。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、あとここも2ですね。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つ。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、ここも2です。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、もう一つ。1、2、3、全部抜いて止めて鎖編み、はい、これで3222ができました。3222です。これを繰り返しますので、3222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 で一周編んでください。9段目を編みました。3222、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 3222で終わってます。
次は玉編みの最終段です。1目また増やすので今322が終わりました。でここが3で232としたいんですけども、ここのところがここだったら3入れてもいいんですけど分かれてますので、ここに1ここに2入れます。そして2でここで3、2と入れます。ですので全部で3なんですけども1、2、2、3、2これを繰り返していきます。ですのでここに1、2、2、3、2、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 1、2、2、3、2と一周編んでいきます。ではまずここに1、2です。全部抜いて止めて鎖編み1編みました。ここは2です。そして1と2で合計3になります。1、2、3全部抜いて止めて1もう一つです。1、2、3全部抜いて止めて1これで3です。1と2で3です。でここは2です。変わらないです。1、2、3止めて鎖編みもう一つです。1、2、3全部抜いて止めて鎖編みで3、2ができましたので今度また3、2です。ですので3、2、3、2でここで1つ増えるということになりますね。こちらの3つも同じです。ここで1と2で3です。で2、ここで3、2という感じです。で今1、2、3、あ、1、2、2終わりましたのでここで3、2です。1、2、3つ編んだら全部抜いて止めて鎖編み1、2、3止めて鎖編み今2つです。あともう1つ入ります。ここで増えます。1、2、3全部抜いて止めて鎖編み3入りました。次は2です。1、2、3全部抜いて止めて鎖編みもう一つ入ります。1、2、3全部抜いて止めて鎖編み、はい、これでこの図と同じです。1、2、2、3、2、1、2、2、3、2です。これを繰り返します。1、2、2、3、2と編んでいきます。10段目が終わりました。1と2で3ですね。で3、2、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 3、2で、あ、まだありました。3、2、3、2。これで、こんな感じで丸く仕上がりました。そして最後11段目で、こちらがいいかな。11段目をこのように編んで、花びらの形にしていきたいと思います。ですね、花びらの形にするんですけども、ここですね、ここに丸くこうして作っていきます。編み図はこちらになります。からここを中心にして三つ巻き長編みが1つ、長長編みが2つ、長編みが1、2、3、4、5、6で長長編みが2つ、三つ巻き長編みが1つ、そして鎖編みが1つというのをここに編んでいきます。
でまた同じようにこうしてここを中心にこう編んでこう編んでいきます。では編んでいきますね。まず三つ巻き長編みですので1回2回3回かけます。そしてここに針を入れます。で糸をかけて引き出して糸をかけて2本抜いて糸をかけて2本抜いて糸をかけて2本抜いて糸をかけて2本抜きます。こんな感じです。もう一回やってみますね。1、2、3。でこう抜くときに糸をかけて抜いてここでこうしてこうやって抜かないでください。こうして抜いてしまうと短くなってしまいます。もう一度やります。1回2回3回そしてここに針を入れて糸をかけて引き出したらここですぐこう抜かないでここで少し伸ばします。伸ばしてから糸をかけて2本抜いてそしてちょっと糸を持っての少し伸ばして糸をかけて2本抜いて糸をかけて2本抜いて2本抜きます。そうするとこうして長くなります。長くならないとこういうならないでここがずれてしまいますのでこんな感じです。次長々編みです。長々編みも1回2回巻いてここ入れたら糸をかけて引き出したら少し伸ばして糸をかけて2本抜いて糸をかけてここでちょっと伸ばして2本抜いて糸をかけて2本抜きます。こんな感じです。もう一つ長々編みです。1回2回、ここで少し伸ばして2本抜いて少し伸ばして2本抜いて最後こうです。次長編みが6回です。長編みですので1回かけて長編みも同じように少し伸ばして2本抜いてかけて2本抜きます。これで1ですね。2、3、4、5、6、こんな感じになりました。そしたら長々編みが2つです。1回2回巻いてちょっと寄せておきますね。そして引き出したら少し伸ばして2本抜いて少し伸ばして2本抜いて最後2本抜きます。もう1回2回巻いて少し伸ばして2本抜いて少し伸ばして2本抜いて2本抜きます。最後三つ巻き長編みです。1、2、3、そしてここで伸ばして2本抜いて少し伸ばして2本抜いて2本抜いて2本抜きます。こんな感じになりました。そしたら最後1つ鎖編みを編んで、でこんな感じですね。で今度ここに移動します。ここはないです。この鎖編みがここと同じですね。こうなってます。で三つ巻き長編みに移ります。ですので3回巻いたらここに入れて伸ばして2本抜いて伸ばして2本抜いて伸ばして2本抜いてこうなります。ここ大きな穴が開きますけどこれは仕方ないですね。次長々編みですので2回巻いて伸ばして2本抜いて2本抜いて2本、もう一つ2回巻いてここで伸ばしてこうして、次は長編みが6個です。1、2、3、4、5、6、そしてこちらですね。長々編みですのでちょっと寄せておきます。2回巻いて伸ばしてもう一つ長々編み伸ばして最後三つ巻き長編み3回巻いてここで伸ばして伸ばしてこうなりました。そして鎖編みで次に移ります。こんな感じです。でここ平らになってますけどもこちらで閉じるときにこことここがくっつきますのでこのような形になっていきます。ではこれで
同じようにここに一つ、ここに一つ、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 一つと全部で14個編んでください。10段目が終わりました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 模様です。最後は引き抜かずにチェーンつなぎです。1目目に2本すくって針を入れて、最後の目ここに戻ります。そしてこれでもいいんですけども、ちょっとしっかりさせたいのでもう一度同じ目に入れておきます。これでしっかり閉じられます。そしたらこれは裏側で、ちょっとこっちの溜まってる方で糸処理しますか。ここの溜まってるところで入れておきます。これで本体は完成です。あと縁編みだけですね。でこの状態でここからちょっとサイズ測ってみます。真ん中を通して 35.5cm ですね。あともう一度縁編みがここからつきます。で縁編みなんですけど、こういう感じですね。あ、そうそう、これは同じものを2枚編んでください。で2枚編んだのがこちらにあります。これを外表、こっちも表、こっちも表にしてこう下を合わせます。合わせます。合わせたら緑で縁編みを編んでいきます。まずここですね、ここの12目あります。そこの12目に最初2目編みます。そして1目ずつ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 回、そして最後2目編みます。そしてこちらに行くんですけど、まずこう合わせたら12目、これ端ですね、ここと、ここの最後、ここですね、最後の目、ここに合わせて針を入れて糸をかけて引き出して、もう一度かけて引き出します。そして立ち上がりの鎖編みで、ここに2目一緒に2目編みます。1,2,1,2、そしたら1目ずつ10回です。こちらに入れたらこちらの次の目に入れて1、また次の目に入れたらこっちも次の目、4本すくって2、次の目と次の目、4本すくって3、次と次、4、次と次、5、次と次、6、次と次、7、次と次、8、次と次、9、次と次、これで10です。1目ずつ10回編みました。最後は2目です。ここと次、ここに2目編みます。1、よいしょ、2、そしたらこの編み地を回転させて、ここを編んでいきます。まずここに引き抜きます。で引き抜くときなんですけれども、編んできた糸をこの裏側こちらに持ってきておいて、そしてこの穴からここちょっと糸を引き締めて、下のこのこちらの糸ですね、これをここから引き出します。これがここです。で鎖編みに
なんですけど、この時ですね、初め1でやってみたんですね、この鎖編みを。1目にしたらつれちゃって、ここの長さが短くなっちゃうんです。ですから、もし1目でやる場合は号数をこの7号ではなくて8号にするか、このまま編むとしたら ゆったりと編んでください。そしてこれ2目にしたんですけど、2目で普通に編んじゃうと今度は長くなり目数が多すぎて長くなってしまいます。ですので2目で編む場合はきつく編んでください。あんまりきつくなくてもいいんです、少しきつめ。そして7号で1目で編む場合はゆったりと長く編んでください。ですので、もしここ1目で編む場合はこの後こうして下からすくうんですけど、この長さをこう長く、少し長めにしてください。それか7号ではなく8号にしてください。で2目で編む場合はちょっとこう引き締めて1、2と少しきつく編んでください。そして今回は7号で鎖編みを2目で少しきつめに編んでいきます。でこう次なんですけども、ここで一つの花びらを作ります。裏もそうですので、裏はここからここまでです。ですのでこう途中に入れないように、このここからここが残るようにしたいので、ここに入れたら裏をちゃんと見て、ここです。このこちらに入れないでください。ここです。ここに入れて、そしてよいしょ、糸を引き出します。そしたら鎖編み2目なんですけど、少しきつめです。ちょっと編みにくいですね。よいしょ、7号で2目編む場合はきつめ、ここ1目にする場合は緩めです。そしたら次行きます。次のここですね、ちょっと確認しておきますね。ここに針を入れて引き抜きます。この目もちょっときつめです。そして1、2で次行きます。引き抜いて1、2、次に行って引き抜いて1、2、次に行って引き抜いて1、2、次に行って引き抜いて1、2、で次、合ってますね、大丈夫ですね。1、2でちょっと様子見てみますね。こんな感じです。長さは変わらなくできてますね。少しきつめに編みました。そしたら黄色のとこまで行ったら、ここのこっち側とこっち側でこう押さえてターンしたいと思いますので、このこれ、この黄色い花びらのこちら側に針を入れます。こっちです。ここに針を入れて、後ろこんな感じですね。これで糸をかけて引き出します。糸をかけて引き出します。そしたら向きを変えます。向きを変えて、この花びらをこちらに挟みたいので、で挟むと同時にちょっと押さえたいので、ここですね、ここに針を入れて、裏はこっちですね。ここで引き抜きます。こんな感じで出てきましたので、白いのすくっちゃったかな。
こんな感じで裏はどうなってますか。裏はこうなってますね。こっち側の方に行かないようにしてください。この線でまた戻っていきます。そしたらこの同じ穴、ここで鎖編みを2目編みます。ちょっと戻して、そして次のとこ、ここに入れて引き抜きます。引き抜いて鎖2目です。1、2、そして次です。引き抜いて1、2、そして引き抜いて1、2、次に引き抜いて1、2、これ全部少しきつめに編んでます。引き抜いて1、2、引き抜いて1、2、引き抜いて1、2。そしてここに引き抜きたくなると思うんですけど、ここ引き抜かないで次の、あの目ですね、この扇形の目の1目目に入れて、これも1目目に入れます。そしてここで細編みを1、2です。こんな感じで、こんな感じになりました。そしたらまた、こちらですね。今ここからこう行って戻ってきました。こう行ってこう来て戻ってきました。次はここですので、1目ずつ10回です。ここ次の目と次の目、ここはあのきつく編まないでいいです。1、次の目、2、きつく編むとここはずれてしまいますので、ずれないように編んでください。4、5、6、7、8、9、10、そして最後は2目です。次の目と次の目で1、2、ここまで来ました。そしたら編み地を返して、あとはこう、ここからスタートして、こう行って帰ってきて、でここ編みました。今度こっち行ってこう行きます。ですので、またここに穴に、ここ引き締めて、下から引き抜いて、そして2目ですね、鎖編みを。ここも少しきつめに1、2です。そして次なんですけども、ここですね、ここに行くんですけど、裏を気をつけてください。ここですね、ちゃんとここが、このブロックがありますので、このブロックの線のところに行くように、裏をちゃんと確認してから先進んでください。ですので、ここ入れるときはここですね、ちゃんと確認して、それから裏で引っ掛けて引き抜きます。そしてきつめに1、2、そしてまたここ飛んでこういきます、戻っていきます。ですので、
表ばっかり見てると裏が失敗してしまいますので、必ず裏をこうしてちゃんとはこのブロックで分かれるように、ここですね、こう来たらここですね、こう来たらここ、ここが3つある、3つというか5目ですね、5つ、模様が 1,2,3,4,5 のところと 1,3,4 つしかないところがありますので、間違いやすいのでここを気をつけてください。そうすると一周するとこんな感じに仕上がって、裏もこのようにちゃんと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個が花びらができます。こんな感じです。以上です。色を変えても可愛いと思いますので、お好みの色で編んでみてください。お疲れ様でした。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。